やっぱりリンに強いか。能力差、あ、ですよね、やっぱりそうっすよね。いや、3センチって相当っすよ。こういう感じの引きか。まあ、初手マロニーからのチエリですかね。いや、サマーラインタルが面白いな。単純にバフ強いんで、ミラーマッチ意識してますかね。これマロニー別に使わなくても良さげな気がしてきたけどな。どうかな。ただ他に、後手番って初手以外でマロに使えるポジションありましたっけ。全然覚えてないな。そうですね、コンボスキルはないですけど、単純にバフが強いんで、両毛だと発動しないことあるんですけど、サマールンだったら絶対発動するんで、しかもステータスも割と強いんですよね、サマールンって。あれ、後手番でマロニーってなんかどっか使えるとこあったかな。まあ、一回バルルクトロで、お休みはできますけど、うわ、強っ。ユーフェリー。グエリか。まあ、威圧しまして。ただ1万で飛ばせるか、それ。うわ、飛ばねえな、これ。いや、しかもティップオンでいなされていく。これはマロニーか。あ、マロニーじゃ無理か。あ、ルルディを引くしかないですね。来たーけど？来たけど待てよ。ちょっと待て。二枚返しは絶対必死か。二枚返し絶対必死なんで、とりあえず火力だけ出しとくか。ルルディのアタックも地味に高いですからね。これは神引きすぎた。タイミング。マジで神引き。え、これ飛ばないですよね。さすがに、もうリュウフェリー以上の火力は、もうノイレぐらいしかいないかな。まあ、どこ打っても何かしらのコンボスキル絶対打てる。危な、ジェイとかいたんかい、普通に。これは神ルルディオ。神の引きをしていく。なるほどね。まあ、これがルルディオの強さではあるか。まあ、でもこっちもティポンを打てれば。ドラえもんさん、正月ランの竜語負け。まあ、そうっすね。さすがに、この HP じゃどう頑張ってもあれだからな。ミラーか。テマさん、やはりサンオーラ禁止は、まあ、竜っていうか速攻竜にとってはきついですかね。シルバームーンさん、こんばんは。初見あさます。こんばんはです。毎日、夜の22時半頃から、やってるんで、よろしくお願いします。さて、これはどうする？いや、両毛のコンボ受けちゃダメなんだよな、これ。さすがにこういくか。パンチーさん、自分目線、速流って A で削れるイメージ。そうですね、A ではほぼ削れないんで、まあまあまあ、ほぼサポート役に回ってますかね。まあ、A で削るとしたらエルケスとかそれぐらいのキャラクターかな。エルケスと、まあ、カンライズとかですかね。うわ、相手マジか。そっち来るか。飛ばせる気がしないんだが。次、リュウフェリ引いても。飛ばねえよな。マロニー引く。うわ、でも相手がマロニー引いていく。ただ相手それ飛ばせるか？いえ、これちょっと待って。かける 1.4 や 1.5。これ、リュウフェリ3枚返し飛ばねえな。ということは、それすなわち、どういうことかと申しますと、こっちか。これ相手乱体さえ引かなければリュウフェリ3枚返し飛ばないんで。ああ、でもそうか、相手普通に C の5があんのか。
あ、ですよね。そしたら、ワンチャンデバフするしかねえか。まあでも耐えてもコンボつきこれなくなるからな。相手これ飛ばせない場合はイーノさんなんで、まあ、そもそも飛んじゃいそうっすけどね。今度はリュウフェリ余裕で飛ぶんで、それは耐えたかな。 OK、 相手はイーノさん来ませんでしたね。こっちが引いてないと見たか。オッケー。ドラえもんさん、ランタイ、確かにそうですね。引いてからが本番はありますね。ゼロさん、ロイヤルいましたけどね。僕はまあ2枚か。まあでもそれでも1枚差なんで。まあ、あと、ランタイがまあ実質、S ゴマっていう考え方もできるんで。まあ、X いきます。ページマツ、哲郎さん。ああ、なるほど。じゃあ、そういう、ベジマツ、鉄平さんにおすすめの動画があるんで、ちょっとそれをご覧になって、F2 の進行と F3 の進行の違いをちょっと分かっていただきたいんですが、その動画どこにあったかな。ちょっと今表示するんで、少々お待ちください。あ、これだな。多分ね、そういう方いらっしゃると思ったんで、進行の動画作ったんですよね。少々お待ちください。いや、まだ早いか？こちらの動画が F の2進行と F の3進行の違いが分かる動画なんで、ぜひね、こちらを、ベジマツ鉄平さんはご覧ください。かなり詳しく説明してあるんで、よろしくお願いします。 OK、 じゃあここで氷結ぶちかましましょうか。当然F の2の場合はベジマツさんおっしゃってる通り、ビブさんには無視することはできるんですけど、ちょっと相手が F の4に確定で変置きされちゃうっていうデメリットが一つあるんですよね。あ、全然F の2も、F の2の進行も強いですよ。ただ F の3進行の説っていうか、そっちのパターンもあるっていうことだけ、覚えて いただけると、またね、打ち方の幅が広がるんで。この展開なんですよね。あ、しまった。これ、ロックあるから、先にバレルクトロ切んないとこれダメだな。ちょっと待ってくださいね。これはですね、これはまずヒプノスを取らないと、アウトなんだよな。いや、リュウフェリ使っちまうか、これ。ただ火力出しちゃうと、ライフバーストが強くなるんですよね。ただ、ロックがもう、負けだからな、これ。ですよね。これ、バレルクトラ出ちゃうんだよな。まあでもどっちにしても7700は守護者して飛ばねえか。これで威圧かけてどう影響するかっすね。まあでもライフバスト死んじゃうかな。あ、てかこれだったら守護者コンボでもいけたか。うわ、先にこれ A の位置にバレルクトル置いてればワンチャンあったか。
耐えていく。バルルクトロの威圧強よ。見ました皆さん今も。まさかの耐えていく。耐えられると正直思ってなかったですけどね。